ブルービクセンはフェランティ社が開発したパルスドップラーレーダー。社内故障はアリー5万19。名称はレインボーコードに準拠している。フォークランド紛争でイギリス海軍の BAEC ハリア FRS-1 は活躍したものの、同時のその限界も明らかになった。武器システムの中核となるブルーフォックスレーダーについては、クラッター抑制能力の不足と、 電波ホーミング誘導の視海外射程ミサイルの運用能力の欠如が指摘された。イギリス海軍はアムロームの運用に対応するとともに全面的なルックダウンシュートダウン能力を備えた下機完成装置を要望するようになった。一方、ブルーフォックスの開発元であるフェランティ社は1975年から1985年にかけてプライベートベンチャーとして ブルーファルコンレーダーを開発していた。これはコンパクトでプログラム可能なパルスドップラーレーダーの技術実証モデルであった。これを元にした実用機として開発されたのが本機である。上記の経緯より本機ではパルスドップラー処理が導入されており、クラッター抑制性能は飛躍的に向上し、ルックダウンシュートダウン能力も付与された。 レーダー信号処理用のデジタルシグナルプロセッサとしては、エリックソン社の D80 が採用されている。動作モードとしては、高 PRF、中 PRF、低 PRF の各モードを選択することができる。高 PRF モードは、ルックダウン及び高クラッター環境での捜索に使用される。低 PRF モードは、ルックダウンでの即興及び全周捜索に使用される。 高 PRF モードの技術は、トーネード ADV 戦闘機の AI-24、フォックスハンターレーダーから導入された。なお整備性向上のため、列戦交換ユニットも導入されている。また、本機の大きな特徴が、アクティブレーダーホーミング誘導のミサイルに対する誘導能力の負荷であり、これによって、アムローム空対空ミサイルや、シーイーグルソラー対艦ミサイルなどの運用に対応した。 さらに本機では、創作中追尾にも対応した。当初、12の目標を追尾できるように要求されたが、実際には、これを上回る28の目標を追尾することができる。本機は、欧米で開発された軽量レーダーとしては最も、欠出していると評され、デリバリットフォース作戦をはじめとする、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争に対する介入作戦の際には、 E-3 を保管して簡易的な空中早機警戒機としても用いられた。軽攻撃機向けのブルーホークが派生したほか、サーブ39グリペン用の PS-05A やユーロファイター台風用のキャプターなど他社と共同開発した各機管制レーダーのベースともなった。ブルーホークレーダーはブルービクセンを元に開発された軽量な各機管制レーダーである。 4個の列線交換ユニットを含み、プログラミング言語としては、C 言語、プロセッサとしては、MC68020 が採用されている。また、ホータス概念にも対応しているほか、データバスとしては、新しい代用量のミル STD-1553 に対応している。平均故障間隔は250時間であるとされている。 旧東側諸国のミック -21 の近代化や中華人民共和国とパキスタンが共同開発していたスーパー7、またマコや BAE ホークのような練習機、攻撃機への搭載も検討されていたが、いずれも実現しなかった。ありがとうございます。